昨日すごく久しぶりに髪を切ったんですよ。多分結構バッサリ切ったんですけど、半年ぐらいかな。本当に前髪をちょちょっと切ったりであるとか、整えるという意味でね、髪を自分でちょっと切るとかはあったんですけど、かなりバッサリ髪を切りまして、私この間まで後ろ髪がね結構長くて、ポニーテールが好きなんですよ。人のも、自分がね、するというか、ゲームのキャラクターとかでキャラクリエイトとかできるときって、結構その長髪のポニーテールだったり、髪をちょっと後ろで結べるようなキャラクターとかを選んだり作ったりすることが多いんですけど、で自分もしてみたいなと思って、これは1年以上前かなから、もともと短髪だったんですけど、比較的ね、一般よく外で見る男性ぐらいの短さだったんですけど、伸ばし始めて、で結べるようになって、紙ポニーテールにして、多分1年経ってないにしても10ヶ月とか、それぐらいはずっと結んでたんじゃないかなと、思うんですが、髪を切って、で職場に行ったら失恋したって言われてそれはそうなるよなって気はしたんだけど、ただただなんか切ろうという気分になったので切っただけで、全くもって不快にはなかったんですけど、強いて言うなら髪を洗うというよりは乾かすかのが大変でさ、これ髪の長い人、男女関わらずではあるけど、髪長い人毎日こうそのね後ろ髪、乾かして整えて、出勤なり、学校とかね行ってるんだなと思うと、すごいそれだけでも努力だよね。おしゃれのためにはこう我慢もいるみたいなことはよく聞きますけど、寒いけどね、おへそ出したいとかさ、こう丈の短いズボンをちょっと着たいとかあるけど、大変なんだなっていうのはね、自分でその髪を伸ばしてから初めてこうちゃんと実感した。大変大変とは聞くけど、こんなに面倒なんだっていう風に思ってしまいました。引っかかるんだよね、乾かすときに。そもそも乾きがめちゃくちゃに悪いというのも、第一にあって、全然乾かないで、ドライヤー乾いたって思って、結ぼうと思ったら先端結構びしょびしょだったとかね、あってさ、ゴムが濡れちゃったりして、っていうことがあったんだけど、またね、今のこの時期だからなんですけど、暑いんだよ、ドライヤーがね。洗面所、私の場所、扇風機も冷房も何もなくて、そのシャワーとかね、お風呂入った熱気のまま洗面所に上がって、体拭いて、髪拭いて、でドライヤーで乾かすんですけど、そのドライヤーの熱気がさ、私の体から出る熱と相まってすごく熱くなるの、部屋が。私の家の構造が洗面所のドアの先に玄関が見えるんですよ。割と真正面ではないけど、目にしっかり視界に入るぐらいの位置にあるので、ないけど、万が一誰か、鍵閉まってるけどね、万が一誰か入ってきた時にドアが開いてると丸見えになっちゃうので、
洗面所のドアは閉めるようにしてるんですけど、まあ暑くてさ、せっかく汗だくになってお風呂上がって体拭いて、いやさっぱりしたって思って乾かしてると、ドライヤーの熱でまた汗めちゃくちゃかいてくるの。何のために今風呂に入ったんだ私は、という気分になっちゃうのよね。いやもう勘弁してくれと思うんだけど、冬のがあったり、まあまあ私その綺麗なその髪じゃないから、毎回こう櫛、いやでもみんなそうなのかな、サラサラじゃないので、まあそこそこくせ毛っていうほどではないと思うけど、まあまあ人並みに寝癖とかはまあつくので、ちゃんと櫛で解かないと引っかかる場所がいっぱいあって、痛い痛いと思いながら髪を櫛で溶かしたりしてたんだけど、思えばそういうのがたくさん募って募って、ちっちゃい積み木がどんどん重ねていって、もうこれはまあいいかなって思っておそらく切ったんだと思う。突発的な感じではあったけど、そうね、ちっちゃいストレスというほどではないが、いやもういいかっていうぐらいまで溜まっちゃったんだと思うな。おかげさまで今はすごく楽、髪を乾かすのも洗うのも。髪乾くの早いねやっぱりね。短髪って便利というか、まあ時短にシンプルになるなあというふうには思うけれども、でもやっぱり綺麗だもんね、髪長い人とか、個性を感じるし、短い人もね当然いろんな髪型あるからあるんだけど、髪が長い人ってパッとこう目につきやすいというか、まあ覚えやすいのはある気が私はするので、あの髪長い人とかって言ってたまに職場で通じたりするからさ、後ろで結んでる人とか、だからそういう憧れもあってしてたんだけど、まあまあその努力が必要だったということで、髪の長さとかそういう個性的なね髪型をしてる人って見えないところでちゃんと努力をしているんだろうなっていうのを身をもって味わうことのできた、まあまあ貴重な一年間だったと思います。今更だけど自分で切ったんですよ。私なんかどうもね、美容院床屋行って満足っていう結果になることがほとんどなくて、なんかまあまあ意思疎通を完璧にもちろんできるわけではないから、切ってくれる方が悪いなんてことは全く持ってないんだけども、なんか違うなぁという気分で毎回髪切ってもらった後鏡を見たりしてしまって、自分なりにねこういうのがいいというのは伝えてるんだけども、まあ髪質とかもあるだろうし、その生え際というかさ、人によってこの髪型しやすいとか、ちょっとこの人を切りづらいというか整えづらいみたいなのも、その美容師さん的にもあるかもしれないし、まあだからその自分で切った方がいいのかなというのがあって、自分で今までも切ってたし、その後ろ髪を今回切る時も自分で切って、なかなかね笑える状況だったと思う。後ろ切るの大変ね、肩に髪すんごい乗っかったし、ちょっとイナバウアーみたいなさ、腰を反らして極力肩とか腰にこう髪がつかないようにして髪を切ったんですけど、なかなかね無様だったと思うね。あいつ何やってんだみたいな感じだったと思う。さながら VR をやってる人を旗から見ると異様な光景になるみたいな感じで、
すごいね。おかしかったと思う。まあ、その、恥ずかしいポーズを持って、髪を切って、今は快適に生活をすることができているので、これからどうしようかな。特に考えてはないけど、しばらくは、この、短めの髪で過ごしていこうと思います。私のスマホがもう、でも1年ぐらいか。1年半ぐらい買い替えてなくて、現代で1年半買い替えてないって、普通なのかな？その昔のガラケーとかのイメージだとさ、ほんともう壊れるまで持ち続けるみたいな、イメージがあって、もう、致し方がなくになったら、買い替える。パソコンみたいな感じで。だったんだけど、まあ、人によって、最新のゲームとか、移り変わりが大きいから、ちょっとお高い買い物でも、こう、1年ごとに買い替えてるとかいう人も、いるかもしれないし、1年はなくとも、まあ、2、3年経ったら、普通に動いてても買い替えかなっていう人は私の職場にもいるので、富が羨ましいなというのがすごい現実的な話ではあるんだけど、買えばもちろんするんです。まあ、ちょっとだけ節約したりすれば新しい割りかし最近のスマホも買えなくはないんだけど、まあまあ気軽に買える値段ではないし、数万とかでも本当にいいものだと、まあ2桁万するんだろうけど、まあそこまでは手を伸ばさないとしても、みんなどうなんだろうね。私スマホゲーってそんなにやってないので、なんとなく空いた時間にやるぐらいだから、そのすごい、高性能なCPU を持ってるスマホがいるということはないんだけども、まあまあたまにね重いと感じたり、LINE とかでもさ、開くのになんかやたら時間かかるなみたいな、多分熱を持っちゃったりとか充電中とかねにすごい遅くなったりして、嫌だなというほどではないけど、まあまあ小さくなんかモヤモヤしてしまう気持ちが湧いてきてしまったりするので、買い替えられるならまあ買い替えたいなと思いつつ、先ほどの理由なので、まあお高かったりね、まあ別にまだ使えはするしなっていう、電話、LINE、メール問題なくできるし、うん、という気分。ケチなのかね。まあまあケチもあるんだろうな。そんなに羽振りよくバンバン買っちゃおうというほどでもないのかな。でもありかし私そんなにお金惜しみなくなんか物買っちゃう時もあるんだけど、突発的に。あんま良くないけど、まあ最低限の貯金とかはしようという気概はあるので、その辺で迷いが生じてしまうんだけど、でもいいよね。今スマホでさ、 FPS ゲームで、その昔プレイステーションとかそういうものでなきゃこれはできないだろうって思われてたようなすごいクオリティのゲームがさ、スマホで無料でできたりするじゃないですか。あれを一度体験してみたいなという気はする。今ね、そのどこだか、どこで行ってたのかは覚えてないんですけど、その将来的に据え置き機のゲームがなくなるんじゃないかっていうような言われ方をしてた記事だか人づてに聞いたのか覚えてないんだけど、その任天堂スイッチとかプレイステーション5とかがなくなって、もうスマホで全部ゲームが出るような
時代になるんじゃないかっていう話を聞いたことがあって、私は昔からゲーマーだったので、そのカセットを買ってさ、説明書を読んで、プレイして遊んでっていう、その一連の流れがそもそもの好きというか、貴重な時間の体験もこれからするんだっていう気持ちでゲームをするのがすごい新鮮な気分というかに慣れて好きだったんですけど、日常との区切りというか境目みたいな感じでだったんだけど、スマホってまあなんとなくでもできるし、それがもちろん利点ではあるんだけどね、こうパッと始められる、でパッとやめられる、いつでもやりたい時にやって隙間時間も埋められるっていうのはすごい利点だし、未来だからこそなんだけど、ちょっと寂しいなと思ってしまうのも私はあるんだよね。まあこれ良くないんだろうなと思うんだけど、ちょっと老人会というか、わしの時代はな、ソフトがあって説明書というのが一緒にあってだなみたいな感じになっちゃうんだよね。まあでもね、便利さとか利点を考えればスマホでやった方がいいよねっていうのはあるよね。別に今テレビで大画面で、Wi-Fi じゃないや、 Bluetooth とかで多分接続して大きなテレビ画面でプレイ多分できるし、スマホのゲームとかソファーでね、座りながらいちいちテレビつけなくてもスマホで綺麗なゲームができるなら、もちろんそれでいいんじゃないかって思うのもすごく理解はできるから、自分の気持ちの問題なんだろうね。昔からずっとこうだったのに、それが懐かしくて自分にとっては当たり前でっていうのがなかなか受け入れられないというのは、良くないね。抵抗があってしまうんだな。まあそうか、しかしそれに慣れるためにいいスマホを一旦買って、あ、結構面白いんだな、スマホである最近のゲームとか、あ、結構便利だな、いいな、意外と受け入れられるかもみたいな風になるかもしれないのか。まずは実行してちゃんと手に持つところからだね。やってみる価値はでも全然あるね。ソシャゲをしないという人にとってはいるのか。ソシャゲスマホで全くしてないって人ってどれくらいいるんだろうね。なんかすんごいどうでもいいような、どうでもいいって言ったらあれだけど、別にやりたいって思ってやってるわけじゃないけど、なんとなく開いてこう放置型のゲームでさ、ちょっとボタンポチポチしてまたすぐ閉じて、もう一回開いたらキャラクターがなんかレベルアップしてて、おーやったーぐらいの気持ちでやってますっていう人はいると思うんだけど、全くやったことない人って割合的にでも全体で言えばやっぱ少ないのかな。私の両親はやってないだろうけど、やらせたらね、なんかでもそれなりにハマる気がするんだよね。水槽の魚を育てたりとかさ、可愛いキャラクター育成したりとか。まあそうか、それも一緒か。やったことないけどやらせたらきっとハマるかもっていうのはまさに今私が言ったことと一緒だね。買い替えてやってみたらいいなってなるかもしれないから買うか。ラジオの話題にしたせいでなんか決意表明しなきゃいけないみたいになっちゃった。まあでもね、買い替えてみるか、いずれはね壊れてしまうし、検討してみるのもいいかもね。
このラジオを投稿してる頃にはもう終わってると思うんですが、コミックマーケットが、今私のリアルタイム的には、もうすぐやるという感じで結構ねワクワクしている。まあ別に何をするわけでは、私はね別に出店するわけではないし、そんなにもともとそういう同人界隈のああいうのを欲しいとかっていうのをやったことがなかったので、この活動というかね、実況配信活動をするようになって、この友達が出店、友達というかその配信者仲間がやりますとかって聞いてちょっと身近になってきたというまだぐらいなので、詳しいなんてことは全くないんですけども、まあまあ興味が出てきてはいて、どうしようかなという心持ちです。でもそれこそそうか、多分今実況者って枠で出てる人いる気がする。多分いるよね、そのアイドルさんとかお笑い芸人の方でその YouTube もやってるとかではなくて、完全にその昔から YouTube、まあ、ニコニコとか Twitch とか実況者として出店するって人いると思うな。そのどの店があるかってちゃんと見てないから全然分かってない、把握してないんだけど、という意味ではもし今これを聞いてくださってる方がいたら、いやもう毎年参加してますっていう人はいるかもしれないのか、むしろその方が多い。参加はせずとも今通販とかもあるからね、チェックはしてますっていう人の方がもしかしたら割合として多いのかもしれないな。私が全然足を入れたことがなかっただけで、 YouTube とかツイッターとかをよくやってる人たちにとってはむしろ当たり前というぐらいかもしれないね。一回ね、完全な夢なんだけど出店してみたいとは思うよね、どうしても。何を出すかって言われたら、いや今この撮ってるなんかラジオのねその円盤というかCD コミケで発売するだけのこう特別回ラジオとか、実況って撮れるのかな、ゲーム画面のそれちゃんと販売するってなったら、なんか問題というか著作権的なものがただ YouTube でその収益化するとか以外にもなんかありそうな気がするから、調べてないけど、こういうラジオとかになるのかね、コミケ特別版。何を話す、完全に特別版でも何でもない今コミケのお話しちゃってるから、コミケで出すならコミケの話をそこで特別編に取り入れろよと今思った。ネタ使っちゃってね、いやいつやるか分かんないから別にいいんだけど、少なくとも絶対今年は出店しないから全然問題はないんだけど、やってみたいね。まあラジオもやってみたいし、フリーゲームとかだったらいいのかな、もしかしたら。なんかね、単発実況とか DVD にして、あんまりお高く売るのも、申し訳ないから、お金がこう入るのは生活面的にとても助かるのでありがたいんだけど、そんなそのなんだろうな、今のところお金儲けをしたいから収益化とかそのスーパーチャット的なものを欲しいというよりは、その自分にそれをしてくれてる人がいるというのが今はただただ嬉しくて、まだまだ私その未熟だからさ、この界隈では全然卵も卵だから、だからグッズを例えば、まあ、出してね、こういう実況とかラジオの CD 出して DVD 出して売りますってなったら、
お金儲けのためというよりは、そのグッズを買ってくれる人がいる可能性を考えるのがすごい楽しいんだよね。もちろん、まあ誰かが買いましたってなったら、それすごい嬉しいし、仕事だったら良くないけど、それが生きがいになるというかね、やりがい。自分を受け入れて、自分のことを、で、自分の存在で、なんか、楽しんでくれたりしている人がいるっていうのがさ、浮かれてしまうというか嬉しいなって感じるから、全然タダで出すのはまあコミケ的にはいけないだろうから、500円とか多分になるんだろうけども、やってみたいなって気はするよね。問題は自分のね、バーチャルじゃない姿が出てしまうことが一番課題になるのか。まあ今実況者って素顔出してる人もねいっぱいいるけど、まあでもそれは種類か人によりか。どうしよう、もし10年後とかで完全にただの妄想だけど、それなりにこういろんな人に見てもらえたりするように今よりもなってたら、顔を隠すためにあれだね、あのガンダムって書いた箱を頭、胴体、足、腕でつけていくか。あれ防護性能すごいもんね。あの知ってる人、知らない人いるかな。コミケのその事情というかを知ってる人は結構有名な話だと思うんだけど、コスプレね、でクオリティ高かったり、すごいそこ攻めるかみたいなコスプレをしてくる人がコミックマーケットにはいっぱいいるっていうのも一つの盛り上がりポイントなんだけど、あれコミケじゃないのかな、海外か、海外のコミケみたいなとこなのかな。でその段ボール箱をかぶって、そこにマッキーペンでガンダムって書いてあって、でガンダムのコスプレをしていますっていう、あの外国人のお兄さんがあの大変ネットをにぎわせたことがあって、面白いと。いいかもね、ダンボール箱かぶって振動って書くか。おふざけだな。いや笑ってくれるならいいんだけど、全くもって受ける要素を感じないね。あれはガンダムだから面白いのと、そのコスプレをしているダンボールガンダムをしている人が、至極真面目であるのが大変面白かったのであって、最初からこういうなんかね、よからぬ企みをしている私がやるべきではないな。まあもしいつか叶いそうだったら考えよう。取らぬ狸の皮残用だね。出してみたいな。行く人いるかな今年。これもう行ってる時には終わってるから、行った人か、行った人いるかな。戦利品って言うよね、これ買えたあれ買えなかったって。朝一で行ったり、今のね、あの現在の私のこの日の予報だと台風直撃らしくて、初日かな、だから出店側の人も買いに行く側の人も、もしかしたらすんごい戦地になる可能性があるから、それだけがすごい不安で心配だけど、気をつけてね。あ、終わってんのか。あ、行った人か。あの、大丈夫だった。無事だったなら全くもって問題ないんですが、よかったよかった。なんだけど、あの、なんかもし体調悪かったりしたら無理しないでね。まあ今このご時世でもあるから、あの体調悪かったら一応会社とか学校とかに連絡をしてみた方がいいのかなとは思います。お大事にね。もしね、私これ最後の話だけど、漫画を描きたいんだよね。これも完全に欲望だけど、あのファンボックスの方で無料で公開してる漫画があるんですけど、キャラクターのあれね、本当はもっといっぱい描きたいんだけど、描きたいって私が描いてるわけじゃないけど、
書いていただいてるんだけど、物語の構成は自分でやってるので、まあ、本当にただただ自分の趣味とやりたいだけで公開してるんですけど、ストーリー的なものだけじゃなくてもすごい余裕があったらね、その実況のさ、普段のオフというか、こういう場所でこういう風に実況して終わった後こういうことしてますみたいなのを漫画にしてもさ、日常漫画みたいな面白そうだなって思うからやってみたいなと思うんだけどね、まあ、10年後に期待しましょう。遠いね、あっという間か。あっという間の10年までにどれくらい頑張れるかを今は考えるべきだね。実行するべきか。頑張ろう。